マステ。皆さんこんにちは、ゆきんこです。今日はね、インド料理レストランのご紹介をさせていただきます。以前ね、こちらのチャンネルでは北インド料理レストランのご紹介をさせていただいたんですけれども、今日はね、南インド料理レストランのご紹介をさせていただきます。ぜひご覧ください。いろいろね、ショーとかをね、撮ってるみたいです。ここに並べてある。天気は生きてる。すごい。これいい塔だ。 OK、 はい。でこちらのスワガスなんですけど、インド国内に、ね、何店舗かあって、私が、ね、今日来ているのはディフェンスコロニー店で、ここが、ね、スワガスの1号店のようです。で、ね、2001年オープンってなってたので、今約20年ぐらいの歴史のあるレストランになってます。20年だからね、もうちょっとインドで言ったらもう老舗って言ってもいいかもしれないですね。結構ね、すごいしっかりしたとか、なんか老舗感を感じるような、そんなレストランになってます。ここのね、スワガスっていうレストランは南インド料理レストランになってます。でね、北インド料理と南インド料理何が違うのっていう話なんですけど、ものすごく大雑把に言うと、まあ、海鮮系があるかないか。さっきもね、カニ見せてもらったんですけど、もうカニとかエビとか、あとお魚とかいうのが、まあ普通にメニューに入ってくるっていう感じなのでね、今日はね、ちょっと海鮮系から、まあお魚と、あとね、人気だというエビ料理のお料理と、あとはね、もちろんカレーも頼みました。今日はね、スパイシーにしてくださいって言ってカレーも頼みました。もちろんビールも頼みました。で、私ね、一杯だけね、飲もうと思ったんですけど、なんと今ね、ハッピーアワーでワンバイワンでもう一杯つくって言われたので、まあ、1杯でやめておきたかったんですけど、まあ、自動的に2杯飲むことになりましたのでちょっとね、ビールを飲みながらお料理待ちたいなと思います。はい、お料理全部来ました。まずね、これすごい重い。これね、フィッシュフライです。魚ね、なんか5種類ぐらいあったかな、あったんですけど、何にしていいか分からなかったので、一番美味しいやつにしてって言って頼みました。フィッシュフライと、これがチキンカレー、ちょっとね、名前違うんですけど、この辺に出します。辛いカレーって言ってました。で、こっちがね、エビですね。プランゴッシーって言って、ウェブサイトでこれがね、ここから人気に火がついたみたいな感じで書いてあったので、頼みました。エビはスモールとミディアムとラージって選べたんですけど、私は真ん中のミディアムを選びました。エビの大きさですね。チーズクルチャっていう、このカレーのね、付け合わせですね、頼みました。これはね、パンというか、まあ、ナンの中にチーズが入ってるみたいな。いただきます。あ、結構エビ大きいです。ミディアムでもすごいしっかりしたエビ。なんて言っていいんだろう、なんかココナッツ感全然強くないです。パクチーが効いてるかも。パクチー苦手な人嫌なのかな。エビ結構大きい。これミディアムだから、美味しい。なんで、結構シャバシャバ系のカレーです。美味しい。チキンカレーいただきます。これね、これも結構ね、シャバシャバ系ですね。なんかドロッとしてない。おすすめの辛いよっていうカレーを頼みました。余裕の辛さ。美味しい。辛くないです。辛いのかな、ちょっと分かんない。チーズクルチャ食べてみようかな。これ絶対美味しいやつ。めちゃめちゃ美味しい。一番美味しいかも。中ね、チーズめっちゃトロトロしててね、たっぷり入っててすごい美味しい。合う、すごい。 Thank you。 ジャパン。
フィッシュフライ白身魚かな。美味しい。インドであんまりねフィッシュフライとか食べないからすごい美味しい。うん、お酒に合う。でこのチーズクルチャね、もうこれだけでねランチが成立するぐらいめちゃめちゃ美味しいです。すごい食べれる。これ美味しい。ごちそうさまでした。もうめちゃめちゃお腹いっぱいです。いっぱい食べました。でもね、まあ、あの全部パックしてもらいました。今日の夜ご飯にしたいなと思います。すごく美味しかったです。今日はデリーにある南インド料理レストランスワガスさんのご紹介をさせていただきました。最後までご覧くださってありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。